理性ともよ、理性ともよ、理性ともよさん、元気か？正直、僕はあなたのことを知らなかったんだ。さっき自分のライブ配信をしていて、炎上しているダイエット系の YouTuber の方がいると聞いて、それがあなただった。体重計の画像を使い回したり、食事の画像を使い回したりしていたということなんだが、僕はあなたの YouTube を、ごめんなさい、正直あまり見たことがない。じゃあそんな俺は何者かというと、俺は太ったり痩せたりを繰り返しているおじさんだ。見てくれ、今日俺はたくさん食べてしまった。ロースカツ弁当、ローソンで売っているビスキュイショコラ、セブンのお菓子、牛丼、たくさん食べてしまった。そんな時もある。ダイエットを何だっけダイエットって本当に大変で、なんかそれを毎日毎日自分の経過をね報告するって、すごくこうメンタルもこうやられるというか、こう結構ね、あんまり痩せてないのにとか、体のコンディション良くないのに乗せなきゃいけないって、結構そうメンタル的に来たりとかする時もあると思うんですけど、まあそれをね、やっぱり配信してコンテンツとしてやってるのって女性ですごくすごいと思います。ただやっぱりそうやって我慢できない時は、あのなんかもう素直にもう食べてしまったみたいな報告しても、こう視聴者の方とかって結構受け入れてくれて、まあそこからのなんか巻き返し方とかっていうのはたくさんあるし、そうで、こうね、まあチートデイって言葉もあると思うんですけど、まあチートデイっていうのは、あれは本当は好きなものを食べる日っていうよりは、まあ、筋トレにおける、まあ、カーブをたくさんとって、まあ 筋トレの、まあ、例えば足のトレーニングとか、結構この高強度のトレーニングをやるときに、まあ、ちょっと炭水化物をたくさん入れてやるっていうような考え方なんですけれども、まあ、そのチートデイ、まあ、正直普通のダイエッターの方とかだったら、あの好きなものを食べる日っていうのを作って、それにするっていう時も俺はあっていいと思います、うん、あとそのチートデイとは別に、減量ってずっとその減量食とか食べてると、切れ食いっていう言葉があって、その切れ食いっていうのは、もうダイエットなんてもうやりたくない、もう毎日毎日減量食、もういいや好きなもの食べちゃえみたいな、本当にそのもう切れ食いって食っちゃうみたいな、切れ食いしちゃうみたいなのもあって、それも結構そのね、ダイエットのそのプロと、僕が思ってるのはボディービルダーとかそういうコンテストの選手なんですけれども、そういう人たちもそういうことをしてしまう時ってあるんですよ。だからそういうのもなんかこう常に常にやっぱりこうダイエットを発信しなきゃいけないってなるとね、体重計とか食事とかも毎日載せるってすごい大変だと思うんですけど、うん、なんか逆になんかリアルでねやって見せていったらいいんじゃないかなと思います。俺はね、ちょっとこれちょっと今日やりすぎちゃいましたやりすぎちゃったんですけども、まあリアルに見せていって、でなかなか体重落ちなかったとしたら、まあ一人でやっていくってマジで大変なんで、ダイエットって。だからそのなんか一緒にモチベーションを高め合える仲間とかと、まあ、たまにトレーニングしたりとかね、ダイエット一日過ごしてみるとか、そういうこともやってみたりとかして、まあ結構一人ダイエットの時って絶対に眠れない夜もあるし、イライラしてる時もあるし、ぼーっとしてる時もあるんですけど、まあなんかそういう時にあまり根詰めすぎず、うん、やればいいと思いますので、そんなね、まあ今回そういう風な感じでちょっと炎上してしまったらしいですけども、応援しておりますのでで僕もですね、もう100日後、約100日後に絞り切らなきゃいけないような感じに今なってまして、
100日後に絞り切るっていうコンテンツちょっとパクろうかなと思ってます、はい、なのでちょっと僕も一生懸命頑張りますので、まあお会いしたことないですけど、で僕なんてもう全然もう37歳ですけど、はい、一緒にお互い頑張りましょうっていうことです。それでは